東大前刺傷事件っていうのがあったんですよね。去年のちょうど今頃ですよ。まあ共通テストですかっていうのが昨日かな、終わったのかなって思うんですけど、まあお疲れ様でした。私も何回か受けましたけど、やっぱりあの緊張感っていうのは半端ないものですよね。私も長い間受験勉強してた人間なんで、受験生の心理っていうのはよくわかっています。で、結局、ここで失敗したら人生が終わりだと思うわけですよ。全くそんなことはないのに、ここの試験でこけたら人生そのものがこけるって思っちゃうんですよ。これが、まあ受験生が落ちりやすい視野狭窄っていうことですね。で、私は思ってまして、本当に。ここでこけたら人生終わるって。いや、一生その自分が思っていた学歴が得られなくて、一生自分が望んでいなかった学歴を抱えて生きていくんだっていうことを非常に恐怖に感じていたわけですよ。それって18、19とか、だからそういうふうな感覚になるんですよね。結局人生経験がないからそういうふうに思うんですよ。で、その人生経験が乏しい18とか19の時にその受験があるっていうのが非常にかわいそうなことです。これがもっと大きくなってからだったらまた違った風に物事を考えられるんですけど、やっぱり狭いんで、人生経験がないとそういう風になっちゃうんですよ。で、まあ、いわゆる東大ジョーカー事件っていうのは非常に興味深い事件です。まあ、2022年の1月15日、共通テストの試験会場である東京大学のキャンパス前で17歳の男子高校生が3人を刃物で切りつけて負傷された殺人未遂事件である。これまず非常に不可解なんですけど、この人、この時高3じゃなかったんですよね。高2なんですよ。で、1年後に東大を受験するしないっていう時期ですよ。なのになぜかわざわざ愛知県から東大まで来てるんですよね。それでこの事件を起こしたっていうのがまず非常に不可解です。で、この男なんですけど、まあどういう男かっていうと、まあ大体こういう系の事件を起こす人っていうのは、まあ100%発達傾向が強い人なんですね。これ間違いなく。で、プラス、養育者からの文脈の押し付けがあるっていうのが定番のパターンなんですけど、彼について言うと、やっぱり発達の語りは強いと思います。いろんなエピソードからして。まあただ親の養育の押し付けが、文脈の押し付けがあったかっていうと、それは確認できてないです。そこまで強いものではなかったんじゃないかっていうふうにも考えられます。どっちかっていうと発達の偏りがおかしな方向に進んじゃったっていうのが根本的なところだと思います。まああとちょっと不思議なのが、彼は中学生の時に吹奏楽部にいたらしいんですね。で、男子部員は同学年で2人だけで、ほとんど女子だったと。で、その吹奏楽部の中では社交的に振る舞っていたという記述があります。まあそうなのかもしれないですけど、まあちょっと不思議ですよね、その吹奏楽を選ぶっていうのも。まあ私も似たような感じですけどね、吹奏楽みたいなのやってましたよ、小学校高学年の時に。で、中学は演劇部です。私も文化系っちゃ文化系なんですよね、ずっと。吹奏楽、演劇。結局中学生、まあ彼は公立の中学なんですけど、中学校の時っていうのは、小さい時からの人間関係が続いていくんですね。だから、まあ、ちょっと変わってても別に許容されるわけですよ。あの子はこういう子だってみんなわかってるから。で、しかも公立の中学で、まあ、ラサールとか灘とか受けるくらいの学力ですが、相当抜きん出てますよね。公立でそういう子っていうのはなかなかいないですよ。まあ、愛知県の事情は知らないですけど、東京とかだともう中学受験で全部抜けるんで、その優秀な層っていうのは。だ、公立中学に残ってる人っていうのはまあ微妙なんですよ、学力的に。だからそこまでズバ抜けた人っていないです、基本的に公立中学で。ただ、その愛知県とかだと、まあそういうことがあるのかもしれない。灘とかラサール受ける子が公立中学にいるっていうのはすごいことだと思います。抜きん出てますよ、本当に。で、プラスさっき言ったみたいに、その幼少期からの、小学校からの人間関係もあるから、承認をされるわけですよ。承認をされるんです。ここが非常に重要なところです。まあ、中学もそうだし、まあ小学校はより一層そうなんですけど、多少変わってたり、多少変であったとしても、
何かずば抜けたものがあれば承認されるんです。それが中学校、公立中学の卒業まで続くっていうのがポイントです。これは加藤の場合も山小屋の場合もそうですし、まあ斉藤淳で言っても斉藤は小学校まではそうだったわけです。承認をされるわけです。そこで満たされるんですよ。で、まあちょっと印象的なエピソードで、その中学3年くらいの時に彼が好きだった女子がいて、で彼女に年賀状を送りたいんだと、送りたいからその住所を教えてくれっていうのにしつこく迫ったらしいんですね。でこういうところを見ると、まあ、若干この積極キー型の匂いを感じるんですよ。彼はその高校に、東海高校っていうところに行ってから生徒会長に立候補したりとかいろいろやってるんですけど、行動力はなんかあるんですよね、すごい。ただその噛み合ってない感じっていうのが、もう積極キー型の匂いを私は感じるんですね。まあ、その吹奏楽を、にずっといて、その卒業するくらいの時に、なんか部員全員に手紙だか色紙だかを書いたとかっていうエピソードが、まあなんかそのほのぼのしたエピソードとして語られてるんですけど、それもまあ、言ったらちょっとやりすぎっていうか、若干過剰な気はあるわけですよ。そこまでやんなくてもいいんじゃないってことを やるわけですね。まあ別にそれはいいと思いますよ、そのメッセージくらいは。まあただその、連絡先を聞くみたいなところの行動っていうのは若干過剰な匂いを感じます。その一時だけで全て判断はできないですけど、だからそういう感じがするんですよ。ちょっと過剰なんですね。で、また中学時代のエピソードとして、古典の暗唱してたんだと。授業中に。で、それが最後までこう、きちんと言えなかったらしいんですね。で、まっちゃ切れちゃったんでしょうね、なんかが。で、彼は、その教室の中でカッターでリストカットを始めたんだと。まあ、これも過剰なんですよ、だから。完璧主義なんですよね。潔癖なんですよ。いろんなことについて。ただ自分の理想の姿があるんですよ。自分はこうありたい。こうあるべきだ。っていうその理想像があって、現実の自分の姿があって、それとの折り合いがつけられないんです。これが、文脈のすり合わせ力、イコールコミュ力が低いっていう状態です。すり合ってないんですね。本当は、そのスラ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 暗唱して、みんなから拍手をされたいとか、すごいって言われたい。でもそれができない。で、しかも他の子はできてるわけですね、多分。まあ全員とは言わないですけど、何かできた子がいるんでしょう。自分よりも、その学力面で劣るであろう子たちができたわけです。でも自分はできなかった。っていうその現実を消化できないんですよ。だからリストカットみたいなことしちゃうわけです。まあ私はこのエピソードを見たときにかなりこれ来てるなと思ったんですね。この辺で手を打っておくべきだったんじゃないかっていうのは思いますよね。で、尋常じゃないでしょ、授業中にカッター取り出すっていうの。おかしいんですよ、やってることが。あまりにも。この辺のところで何かしらの手を周りの人間を打つべきだったっていうのは私は思います。で、彼はその灘とかラサールとかそういうところを落ちて東海に行くと。私は東海っていうところはわからないですけど、まあその愛知県の中ではすごい名門だと言われてます。で、まあここで一つこう、あるわけですね、挫折が。その自分の思っている、まあ超進学校には行けなかったっていう思い。まあその東海高校だっていいところだと思いますよ。でも自分の理想とは違うわけですよ。で、折り合いが、まあつけられないというか、まあつけたから入学したってことなんでしょうけど、つけられないものを抱えてるわけですね、心の中に。自分は本当はこうなるべきじゃなかったっていう思いがあるんです。で、その不全感、自分の理想を達成できなかったって不全感を、ある意味で解消するためには、その離散っていうところを狙う必要があった。ただ、医者になる、じゃないんですよね。離散っていう日本で一番難しいところに受かるっていうことで、その不全感、自己肯定の欠落です。それを埋めようとしたんでしょう、彼は。こういう人って世の中にいっぱいいますし、昔の私もそうでしたよ。結局、自己肯定できないっていうのが、すべての原因です。で、なぜ自己肯定ができないのかっていうのはいろんな事情があります。まあみんなそうだと思いますよ、言ったら。若い時っていうのは特にそうですよね。若い時っていうのはコンプレックスの塊ですから。みんな自分は自己肯定できないんです。
で、その自己肯定できない和コードの一部の人が、そんな学歴的にいいところを目指して、そこに受かることによって承認されようってするんです。それは周りからの承認でもあるし、何よりも自分自身をそこで承認するんです。自分は日本一の大学の日本一難しい医学部に受かった。っていうそのことを持って自分を承認するんですよ。ここが非常に歪んでるわけですよね。その承認のプロセスとして。で、結局相対ってことですよ。理算が優れてるのはなんでですかっていうのは他のところと比べていいっていうことですね。相対的にいいっていうことですよ。で、そこに入ることで自分の欠落を埋めようとしたわけです。まあ、それはまあ、ありがちなことなんで、別に彼に限った話じゃないんですけど、まあ、彼の場合はそれがやっぱ強いんですよね、特性が。こう思い込みが激しいっていうことですよ。そこにこう、フォーカスしちゃうわけです。もうそれしか見えなくなっちゃうんです。で、まあ、一生懸命勉強した。まあ、当時そのコロナ禍っていうことも重なって、その家で勉強する時間が多かったらしいんですよね、当時。だからまあその時間とかを利用して一生懸命勉強した。で、東海高校っていうのは基本的にはほとんどが中学からの内部進学。で、ごく一部にその外来っていう表現をするんですけど、外来として高校入学組が入る。だからこっちは戸様なわけです。戸様感っていうのはあるんですよ。だってもう人間関係ができてるわけですからね、3年間で。こっちの結束が強いんですよ。で、そこにポーンって入ってきた人っていうのはなかなかそこに溶け込めないわけです。で、その勉強面でもついていくのが大変なんですよ。まあこれ改正とかもそうですよね。灘みたいにその6年間ずっと高校募集をしない学校と中学組とその高校から外部を入れる学校っていうのがあるんですが、改正とかはその途中から入れるんですけど少し。で、そういう場合っていうのはやっぱ途中から入ってきた人ってのは大変ですよ。一緒のクラスにしない場合もありますからね。まあ、東海高校はどういうシステムだったのかっていうのはわかんないです。同じクラスに混ぜたのか、その外来の人は外来のクラスだったのか。まあ、ただその外来のクラスだったとしても、いわゆるその実力試験みたいなものの席次っていうのは全部校内一緒くたで出しますからね。で、そこで勝ち上がっていく、順位を上げていくっていうことが大事なわけです。で、この、中学時代までは輝いてたんだけど、進学校に行ってからおかしくなるケースっていうのがまあまああるんですね、本当に。加藤もそうだし、もう、直近の例で言っても加藤、山上、斎藤全部そうですよ。彼らっていうのは、小中までは非常に、尊敬されてたわけですね。承認され、尊敬されてたんですよ。もう天才だくらいに言われてたんですよ。別に天才でも何でもないんですよ、こんなの。ちょっと勉強ができるくらいのことですごいって言われてたわけです。で、そのすごい自分がそのいいところに入った瞬間にすごくなくなるっていうこの感覚。これはなかなか受け入れがたいことなんですね。まあその中でも彼はその腐らずに土地までやったわけですよ、一生懸命。その自学期間っていうのを使って。だからすごい努力はする人なんでしょう、彼は。努力家だと思います。ただ、勉強ができるかどうかって努力だけで決まらないんで、まあ才能ですよね。持って生まれたものですよ。才能がある人って別に努力しなくてもできますからね。で、努力でカバーしてきた人っていうのはやっぱり途中で行き詰まるところがあるんですよ。いや、実際彼も途中でその勉強が、まあ成績が振るわなくなった。まあ、これもあるあるですよね。だから、やればできるってもんじゃないですからね。それが自分の限界なんだっていうことを見極めればいいだけの話なんですよ。だから、それも折り合いですよね。自分はここまで、ここに行きたい。理想に行きたい。それは理想像ですよ。でも、行けないんだったら、じゃあこの辺でいいかなとかって下げるわけじゃないですか。医学部なんていろいろありますからね、本当に。まあ、彼の実家の経済状況から言っても別に次第の医学部でも全然 OK だったと思いますよ。学士的なことを言えば。なんでそれをじゃあ下の方を選ばないのって言うと、それはプライドですよね。そこじゃあ自己肯定できないんですよ。要は。そこでも医者にはなれるけど、自分で自分を承認できないんですよ。
だって自分の思っている理想の自分の姿が高いから。だからここじゃダメってことなんです。で、その思考自体が歪んでるんですね、認知が。いや、それは誰でも歪んでますし、特に若い時っていうのはみんなそうですよ。ただ、それが強いっていうことなんです。なぜ強いのかはわからないです、私はよく。まあ、もともとなんか生まれ持ったものから来てるのか、生育環境なのかわかんないですけど、まあ強いんですよ、とにかく。そこじゃなきゃダメなんです。そこじゃなきゃ自分を承認できない。自己肯定できないんです。なのにもかかわらず、その現実の自分っていうのはどん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 こう、離れていくわけですね、その理想像から。で、折り合いがつけられなくなる。で、彼は高2くらいの、高2の頭くらいで、その生徒会長に立候補したりしてるんですよね。かなり過激なことをしたらしいですけどね。なんか、三島由紀夫とかのその、まあ、思想にちょっと被れてたっていうか、彼はその切腹っていうワードも出してるんですね。逮捕された後に。切腹しようと思ったって。普通、高2、高3の、高2くらいの子は切腹なんてワードを使わないですよ。なんでそれを出したのかっていうと、やっぱそれ三島由紀夫の切腹に行くんでしょうね。そこから来てるんだと思いますよ。で、彼はその生徒会長に立候補して、まあそのスマホ禁止とか、なんかその昔の風紀委員長が言いそうなことを言って、あまりこう支持は集まらなかったと。まあただ結構彼はその行動的なところがあるので、なんかいろいろやってるみたいですよ、面白いことは。で、それでまあ一定のその、校内の、まあ、人望っていうか、まあ、一定のその評価はされてたみたいです。まあ、面白いやつっていうか、変だけど面白いやつくらいのことだったんでしょう。で、ここで私がもう一個注目したいのが、B 子っていうのが出てくるんですね。で、B 子っていうのは、まあ、その中学時代に同じ塾に通ってた女子なんですけど、その中学時代はその B 子が、この男に好意を寄せてたらしいんですけど、まあ、彼は全部それをシャットダウンしてたと。でも、なぜかその高2の6月くらいに、いきなり携帯に電話をかけると。で、内容は、まあ、結婚してくれみたいなことですよね。こう、結婚を前提に交際してくれみたいなことをいきなり電話で言うと。これも謎なんですよね。まあ、何があったのかっていうのは。謎なんですよ。いきなりこういうことをする。で、実際 B 子はそれを聞いて気持ち悪いと思ったらしいんです。まあ、別にいいですよ、このことだけだったら。まあ、そういう、それに似たようなことっていうのは誰しもやるので別にいいんですけど、私は気になってるのはその半年後のことなんですね。で、6月に一回電話して、まあそういうことを言って、B 子は気持ち悪いと思って、まあそこで終わったのか、なんかよくわかんないんですけどね、その辺が明らかになってないんで。その半年後、高2の12月ですよ。事件を起こす1ヶ月くらい前です。そこで実は2人は会ってるんですね。で、会って、まあ、なんで会ったのかもわかんないんですけど、その時、この男が言ったのは、自分は東大を目指してたけど、どん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 成績が下がっていて、このままだともう無理かもしれないみたいに言って泣いたらしいんですね。ここが非常に重要なところなんですよ。東大を目指していたけど、どうもそれができそうにないと。理想の自分と、現実の自分とのギャップに引き裂かれて苦しんでいるっていうことを彼は涙ながらに語ったわけですね、その B 子に。まあ、その無意識の、意識的にそれを考えてたかわかんないけど、無意識のレベルではやっぱりそれは、それでいいんだよって言ってほしかったんだと思うんですよ、彼は。東大に行かなくてもいい。医学部に行かなくてもいい。あなたはあなたのままでいいんだよっていう言葉が聞きたかったんでしょう、彼は。これは私の主観ですよ。で、そうだと思います。いや、そんなことないよ。あなたならできるよ。頑張ってっていう言葉が聞きたいのか、いいんだよって。離散じゃなくていいんだよ。あなたはあなたのままで十分素晴らしいからそれでいいんだよって言葉聞きたかったのか、それはどっちですかって話ですよね。この状況でですよ。それは私は後者だと思うんですよ。まあそこで B 子がどういうことを言ったのかわからないです。まあただその1ヶ月後に事件を起こしているところを見るとおそらくあまりいい反応じゃなかったのかもしれない。
ここで B 子が、まあこれ決して B 子を責めてるわけじゃないですよ。B 子に何の責任もないんですけど、そこで B 子がその不甲斐ない状況、現状っていうのを肯定するような発言をしていたらおそらくこういうことにはなってないと思います。いや、肯定してほしかったんですよ。で、最初からもう一回言うと、彼はその偏りが強いので、理想の自分像と、そのありのままの自分像のこの乖離っていうものが激しいんですね。で、それが乖離してることに耐えられない人間なんですよ。で、その乖離がどん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 こう進んでいくわけです。だから自己が崩壊しそうになってるわけですよね。これが一致してる時っていうのが一番いいわけですよ、自分の中では。で、これは乖離しています。で、本当にもう自分でもどうしたらいいか分かんなくなってるわけです。一年後に、まあその受験がある。でも現状はこういうふうになっている。もうボロボロな状況なわけです。そこで、だからこの理想の自分像っていうものをある意味でこう、壊してほしかった。これがなくて、こっちでいいんだよっていうことを誰かに言ってほしかったんだ。と思うんですよね、私は。で、まあ、それがその B 子だったらそれを言ってくれると思ったのかもしれない。もともと自分に対して向こうから声を寄せてくれた人だから、それはまあ結構前の話なんですけどね、中学時代の。で、B 子だったらそれを受け入れてくれるかもしれないと思ったのかもしれない。それは無意識のレベルですよ。そこまで意識的に考えてないけど、それでいいんだっていうふうに肯定してほしかったんだろうと私は思います。で、肯定できてればよかったんですけど、それ失敗したんですね。で、1ヶ月後に、まあこういうふうになってしまった。だから、まあ、たらればの話なんですけど、一番理想的な終わり方は何だったのかっていうと、そこで B 子に自己肯定してもらって、いや、それでいいんだよって言ってもらって、その離散とかっていうのは諦めると。東大も諦めると。で、その、まあ、そこまで極度に難しくない医学部。まあ、医学部じゃなくてもいいとは何でもいいんですけど、とにかくその自分の理想像ではないもので妥協するっていうことです。じゃあ、それでいいって言ってくれる人がいるわけですから。で、B 子と付き合ってればよかったんですよ。私に言わせれば。で、彼はね、ストイックなんですね、とにかく。ストイックなんですよ。だからその受験っていうことをしてるときは、その交際をしてはいけないとか、その、いい加減な気持ちで異性と交際してはいけないとか、なんかそういうのを持ってるわけですよ。その三島由紀夫に傾倒してるってあたりからそういう匂いを感じるんですね。ストイックでなければいけない。男女関係において。だから、結婚前提に云々って話になるんですね。で、いい加減な気持ちはないっていうことなんですよ、彼の中では。その言葉は確かに気持ち悪いんだけど、彼としては一生懸命なんですよ、それは。彼の中では。自分は、誠意を持ってそうしたいっていうことなんですよ。だから彼なりにそのストイックに真面目にやろうとしてた部分はあると思います。だからもうそっちの方向にシフトすればよかったと思うんですよね、本当に。その人生そのものを。とにかく受験、勉強、とにかく医学部、東大、理三ってこの道じゃなくて、そうじゃない道もあるんだよっていう。それはだから異性と交際することもそうですよ。だそういう道もあるわけですよ。まあそっちをやったらもしかしたらそれは東大行けないのかもしれないけど、別に行けなくたっていいわけじゃないですか。だって行かなきゃいけないって決めたのはあなたでしょって。あなたは勝手に決めたんでしょ。あなたの勝手な理想像でしょ、それは。いろんな選択肢があるわけじゃないですか、人生は。それは理三に行く道もあるでしょう。理三じゃなくて東大のリーチとかに行く道もあるし、東大じゃなくて早稲田に行く道もあるし、早稲田じゃなくてどっかの学校に行く道もあるし、そもそも大学に行かないって道もある。別に何だっていいわけですよ、道は。この道じゃなきゃいけないって決めたのはあなたでしょ。それを17、18とか、そういうよく何も分かってない人間が決めるわけですよ。こうじゃなきゃいけないって。それが良くない。じゃなくて、そうじゃない道もあるんだよって。だから楽しく遊んでればいいんですよ。B 子と。まあ B 子じゃなくてもいいですけどね、別に誰でも。遊べばいいんです、それで。で、遊んでたって受かりますよ。
そんくらいの学力あるんだったら受かりますよ、早稲田の理工とか。それでいいじゃないですか、慶応の理工とか言ってれば。なんかそういう柔軟性がないんですよね。まあ繰り返しますけど、それは若いからしょうがないっていうのは大前提ですよ。昔の私もそうでしたよ。若いからこうなっちゃうのはしょうがないんですよ、それは。経験がないから。視野が狭いんです、とにかく。だからそうなっちゃうっていうのはしょうがないんだけど、私も30を超えて、その棋士方っていうのを振り返った時に、なぜそんなに、その小さなことにこだわっていたのかっていうのはわからないです。そんなことを気にしなくていいんだよって、大丈夫だからって私は言ってあげたい、過去の自分に。大丈夫だよって、失敗しても。今受けてるそのセンター試験とか二次試験とか、失敗しても人生は終わらないよって私は言ってあげたいです。まあ過去に戻れるんだったらそれ言ってあげたい。まあ言っても聞かないと思いますけどね。大丈夫なんですよ、別に失敗したって。で、恋愛とかもそうですよ。だって、まあ本当にその好きになってる時っていうのは、もうその人がダメだったら終わりみたいに思うわけです。この人に捨てられたら終わりとか、振られたら人生終わりとかって思うわけですよ。でも終わらないじゃないですか。終わらないんですよ。別にいっぱいいますからね、相手は。その人じゃなくてもいいんですよ、別に。その人じゃなきゃいけないって勝手にそうやって決めてるから、生きるか死ぬかの問題になっちゃうんですよ。別にいいんですよ、誰でも。ぶっちゃけて言えば。その人である必要はないんですね、本質的には。それはその人じゃなきゃいけないって、その思い込みがあるから自分を苦しめるんです。まあだから、私も、まあ彼みたいな人生を送ってきましたんで、特に10代の後半くらいの時は、彼の気持ちっていうのはすごくわかりますし、あの発達の特性的にも非常に似通ったものを感じます。同じような感じでしたよ、私も。だから自己肯定できないってことです。一言で言うと自己肯定できない、自分が自分を認められないっていうことです。で、それを埋めるために学歴とかを使うっていうのはかなり危険だと思います。だ、単純な話ですよね。勉強っていうところで自己肯定しようと思ったら、上には上がいますもんだって。それは中学校では1位だったのかもしれない。常に。でも東海高校入ったらそうじゃないわけですよね。東海高校だって1位にはなれないですよ。上には上がいますから。それは勝てないんです、絶対。逆立ちしたって勝てないです。1日10時間勉強したって勝てないです、それは。生まれ持ったものが違うんですよ。頭の中が違うんです、それは。勝てないんです、絶対に。だから、そこで自分の、そこに自分の自己肯定をかけるっていうのはすごい危険なことだと思います。それよりも私は、宮台、まあ宮台も多分同じこと言うと思うんですけど、性愛のところに自分をかけた方がまだいいと思います。B 子ですよ。B 子じゃなくてもいいんですよ。誰かそういう人と、を見つけて、その人と人間関係を築いてお互いに承認し承認されるっていう関係を作るっていう方向に人生の舵を切った方が良かったと思うし、まあその今一生懸命勉強している、まあ、高3もそうだろうし、まあ高2とか高1でもその一生懸命やっている人にもそれは言いたい。それだけが人生の全てじゃない。結局自己肯定できるかどうかっていうのがポイントなんですよ。人間が幸せになるかどうかっていうのは自己肯定できるかどうかが全てです。それが、それを埋めるためにその勉強とか学歴とかに全振りしちゃうっていうのがすごい危険なんですよ。それは結局相対の問題なので、上には上がいるんですよ。で、そういうことで自己肯定しようと思ってる人っていうのは、申し訳ないけど、そんな優秀じゃないんですね、地頭は。そんなに優秀だったら、そこまで一生懸命やんなくてもできますもん。そうやってカリ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 やんなきゃいけないってこと自体が、才能が微妙だってことを物語ってるんですよ。B プラスくらいなんですよ。その程度です。ちょっとできるくらいです。それはいいんですよ。それはそれで、
いいんです、別に。やって。それやることも必要ですよ、勉強。だからそっちに全振りするんじゃなくて、違うところに目を向けなさいっていうことですよ。世界は広いんです。もっと楽しいことだってあるんですよ。いっぱいいっぱい。で、それを、何かそっちをやるのがいけないみたいな風潮。そうやって遊んでると人生が狂うぞとか。狂わないですから。狂わないですよ。私も思ってましたよ。高校生の時とか。そうやってヘラ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 遊んでると、どうせろくな大学にも行けないで、どうせ人生がめちゃめちゃなんだみたいな思ってましたよ、それは。ならないです、それは。ならないです、絶対に。ならないですよ。ならないです。それよりもちゃんと自己肯定できる人間になることの方がよっぽど大事なことです。優先順位が全然違うんですよ。まあもちろんその希望の大学に行くとか、世間的に名の知れたところに行くっていうのは、それはそれでまあ一つのまあ、喜びっちゃ喜びですよ、それは。それは私も嬉しくなかったとは言わないです、それは受かったときは。いや、それは結局一時的なものですよ。続かないですよ、そんなの。で、それは、まあ、卒業したら限りなく無意味になりますしね。それよりもやっぱり人間関係のところでちゃんと自己肯定し、相手を肯定し、自分もまた肯定されるっていう、その、性愛の承認。なんかその承認を求めるっていうのも悪いことみたいに言われるんですけど、その承認欲求っていうのが。承認欲求があるのは全然悪いことじゃないです。いいも悪いもないんですよ。それは。人間に食欲があったり性欲があるのと一緒ですよ、それは。もともとそういうふうにプログラミングされてるんです。で、それがちゃんと健全に満たされることによって人間は成長していけるんです。それが満たされなかった人たちが無敵の人です。これは断言します。満たされないとそうなるんですよ。発達傾向がどんなに強くても、ちゃんと周囲とうまく折り合いをつけて、適度に承認をされて、認められ、生きている意味を感じられる。自分は生きていていいんだ。自分は価値があるんだ、生きていて。で、貢献できるんだって思ってる人は絶対に無敵の人にはならないです。ならないですよ、それは。大事なことは肯定なんです。肯定。その肯定をどういう風にするのか。だから学歴じゃないんですよ、それは。絶対に違います。職業でもないです。じゃあ何ですかって言うと、それは一概には言えないです。だからその一つのものは、性愛っていうことです。そういうところに目を向けるっていうゆとりがやっぱり大事だと思いますよ、本当に。で、繰り返しますけど、失敗したからって人生終わらないです。終わらないです。で、終わるも終わらないもないんですよ、だから。終わるっていうこと自体がないんですね。まあそういうことは、私みたいに30を過ぎて、底辺労働してる人間にはよくわかることです。これより下はないですからね。これより下はないんですよ。どういうのがあるんですか？じゃあこれより下っていうのは。これより下ってことはないんですよ。ここがそこですよ。そこと言ってもここなんですよ。そこと言ってもここなんです。毎日食べるものありますし、ちゃんとあったかい布団で寝れますし、風呂にも入れますし。別に、まあ 100% 満たされてるわけじゃないですけど、別にそんな悪い生活ではないですよ。だから2023年現在の日本における底っていうのはこれが底ですよ。この程度のものです。で、この程度のものであればいくらでも這い上がることはできます、これから。いくらでも這い上がることはできるし、いくらでも幸せになることはできます、それは。33歳でもできるんだから、18、19だったらもっとできるんですよ。だから、まあ失敗しても大丈夫ですよ。大丈夫。まあそれはその、まあ全部落ちるとかっていうのはまあ、あれですけどね。まあ、一個くらいは受かってほしいですよ、それは。
まあ大体3つくらい受けるんじゃないですか、大体。で、受かったとこに行きゃいいんですよ。で、そこに受かったっていうことは、そこに行けって言われてんですよ、神に。だからそこに行けばいいんですよ、素直に。ここ A 大学落ちて B 大学落ちて C 大学だけ受かったんだったらそこに行けばいいんです。そこに行けって言われてんだからおとなしく。そういうことだと思いますよ。だから、大丈夫ですから、失敗しても。何もあなたの人生は終わらないです。終わらないから、まあ勇気を持って失敗するっていうことですね。不完全であることの勇気っていう言葉を昔ある人に教わったんですけど、不完全であることの勇気。理想の自分と違っていていいんだっていうことです。まあそういうことを、まあ、教えてあげる人が周りにいなかったっていうことなのかもしれない、それは。そうですね。まあやったことっていうのは重いことですけどね。まあ、殺すってところまではいかなかった。っていうのは、まあ、不幸中の幸いだと思いますよ、それは。渋谷の刺傷事件もそう思いましたけど、死ぬまでいかなかったっていうのは、不幸中の幸いです、それは。まだ、そのやり直せる可能性っていうのは、あります。もう、殺してしまうと、それは、かなり厳しいです、いろんな意味で。じゃ罪を償うっていうところだよ。まあ、そこまでいかなかったね、結果としては。まだその更生の余地はあるっていうふうに思いますので。まあだから思い詰めないでくださいよ。たかが勉強ですから。そんなもので人間の価値は決まらないので、まあ大丈夫ですっていうことは私から言いたいと思います。